な感じです。反対も同じように巻きます。皆さんこんにちは、美容室メルのアンジュと申します。今日は絹友禅の古典32ミリを使ってどんなお洋服にも合うような簡単なゆるふわなスタイルをご紹介していきたいと思います。はい、ではまず後ろの巻き残し防止策として耳上の毛を留めます。小さいゴムでちょっと簡単に留めておきます。ならこの今残っている毛を後ろで半分に分けます。たらくしでしっかりと溶かしてから毛をまず先にワンカールしていきます。感じで軽くワンカールができました。そしたら今留めていた毛を外します。で、後ろで半分に分けちゃいます。先にまず櫛でしっかり溶かすのがポイントです。耳の上で半分、縦に半分に分けます。はい、そしたら後ろの毛から先にぐっと大きくワンカールします。毛先まで固定を挟んだらくるくるくるっと大きく上に回転させます。こんな感じです。前の毛も同じようにコテを挟んだらくるくるくるっと上まで巻き込みます。こんな感じです。反対側も同じようにやっていきます。できました。そしたら耳のこの前にこの毛を分け取って内側に巻いていきます。コテを挟んだらコテの位置は動かさずに髪を巻きつけて縦に抜きます。反対側も同じです。この一手間をするだけで顔周りが一気に華やかになります。次に前髪の横の毛とさっき巻いた毛の間のこの髪の毛をここにつながるように外側にこう巻いていきます。ポイントはコテを上から入れることです。感じです。反対も同じように巻きます。できました。そしたらワックスをつけて仕上げていきます。が毛先から揉み込むようにつけたら顔周りもクシュクシュとカール感を壊さないようにしっかり全体につけていきます。
い、こんな感じで完成です。簡単に、ナッポイゆるふわっとしたカールが作れるので、ぜひやってみてください。